皆さんこんにちは。私は今一条谷朝倉市遺跡の復元町並みに来ています。この風景いかがですか？まるで戦国時代そのものですよね。今回の街角建設はこの復元町並みの楽しみ方をお教えします。一条谷朝倉市遺跡の中にある復元町並み、栄華を極めた戦国時代の城下町が忠実に再現されています。わあ、戦国時代の人々がたくさんいますね。お姉さんお姉さん、はい、お姉さん、なんか服装変じゃないですか？ああ、皆さんとはちょっと違いますね。じゃあ着替えた方がいいですね。お家に生き物ありますよ。本当ですか？戦国時代を楽しむにはまずは見た目から。着付け師が皆さんを武将やお姫様に変身させてくれます。着付けてもらいました。戦国時代の女性ってとってもおしゃれな服を着ていたんですね。私もこれから散策に行ってみたいと思います。街にはたくさんの人が行き交い、活気にあふれています。お茶屋さんもありますね。ちょっとここで一休みしていきたいと思います。すいません、お茶一つお願いします。はい、いらっしゃいませ。お茶ですね。はい、ありがとう。お休みどころでは城下町の人々との触れ合いも楽しめます。一息ついたところで町の中をどんどん進んでいくと立派な武家屋敷が見えてきました。あ、将棋をやっていますよ。あれ、知らない駒があります。すいません、この駒って何ですか？これは水蔵という駒です。相手陣地入ってなりますとね、これが大使になります。実は王様の息子ということになります。そしてこれの大事なところは、もし万が一王様が取られても、この大使が生き残れば勝負はつかないんです。両方とも取られるな勝負はつかないというのがその時のルールなんです。朝倉市遺跡からは戦国時代の遊び道具がたくさん出土しています。水蔵の駒もその一つ。武士の娯楽や将棋の歴史を読み解く貴重な資料として一条谷朝倉市遺跡資料館に保管されています。その資料館では現在特別公開展を開催中。復元町並みの中から出土した道具などを展示しています。生活再現と合わせて観覧すると城下町の暮らしぶりがより詳しくわかりますよ。本当に戦国時代にタイムスリップしたみたいでした。城下町の人々と触れ合える戦国城下町生活再現は5月14日まで、また9月10月にも開催します。資料館にも立ち寄って城下町の魅力を感じてみてくださいね。5月26日から28日にかけて全国城下町シンポジウム福井大会が開催されます。グルメ、ワークショップが楽しめる大交流会など、楽しく歴史と触れ合える企画が盛りだくさん。ぜひお越しください。